こんばんは、魔界闘士です。謎のムービーが始まりましたが、僕の夏休みに8月4日です。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、アイス。おや、おはよう、ひかりちゃん。うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて、女の子がいたらいいと思わねえか。え、なんでひかりを見てそういうこと言うわけ？だって、こいつ猫飼ってんだよ。それを言うなら猫しょってるだろ。それを言うなら猫をかぶるでしょ。あれ、おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。おはようございます。あれ、どうしたの？うちの妹、ひかりって言うんだ。よろしくね。うん、知ってるよ。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。私、男の子って大嫌いなんだ。え？なんで？だってここんちの男の子いっつも光に意地悪ばっかしてくんだよ。しげるくんなんか私の上履き隠したりするんだもん。そうなんだ。あれ？でもしげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど、なんで光にそんなことするんだろう。わかんないよ。とにかく光、もううちの方に帰るね。すぐにへそ曲げちゃうんだから。さてと、ねえ、またお姉ちゃんと海探検でもしようか。うん、行く行く。じゃあ、とりあえずこっちにまっすぐ行くと北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。そうそう、あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。デートの誘いのようです。おい、ボクちゃん、もうここの港で泳いだかい？ここにはボラがたくさんいるんだけど、当たりが弱いから釣るなら脈釣りがいいんだぜ。脈釣りってのは浮きも何にもつけない一番シンプルな方法さ。餌は？へへ、本当はエビが一番釣れるんだけど、人間様が食べるものをわざわざ使う必要はねえよ。船頭さんのイベントが朝一限定なので、一番に行くことを忘れないようにしましょう。お兄ちゃん、いつから船のお仕事やってるの？もう14年くらい前からかな。じゃあ僕が生まれる前だね。うん、でも14年なんてあっという間だったな。初泳ぎのついでに宝冠を集めておきます。このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな？さあ、なぜでしょう。本人に聞いてみたらいいかもね。はあ、やっぱり森の近くに来ると空気がしっとりしてて美味しいな。そうかな？キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。ねえ。お墓の3秒ルールって知ってる？え？どういうこと？この石段の上にお墓があるの。だから、この広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。へえ、そうなんだ。うん。じゃあ、息を吸って。いっくぞー！お姉ちゃん、本気で走ったの、久しぶりだったよ。なんだ、今のはかけっこだったんだ。じゃあ僕だって負けないよ。あ、これこれ、そっちはダメだって。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。誰もいないのかな？どうしたの？実はね、ここ、私の幼馴染の家なの。そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまでは、ほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。あれ？ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの？うん。学年が一つ違ったの。そのことに、入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことに、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。ちびすけみけねこ。泣いた、笑った、ララララララ、ラララララ、いつもひとり、ひだまり、みけねこ、友達できた、ララララララ、ラララララ、楽しいな。じゃーん！運命のいたずらというか、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。ふーん、そうなんだ。ねえ、今の歌何？え？これはね、私中学で演劇部だったの。今のは舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃん、こう見えても一応部長さんだったんだから。へえ、すごいんだね、お姉ちゃん。ねえ、続きはあるの？今の歌に？あるようなないような。この後夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。というところまで作ってなんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。まあ言うなれば永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ。ちょっと悲しい歌なんだね。うん。さてと、そろそろ戻らないと陽くん帰ってきちゃうかも。陽くん？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。それが幼なじみの陽くんってわけ。それにしてもあの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。じゃあお姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。青春してますな。あれ、誰かいるよ。写真撮るよ。いつもよりいい顔してね。はい、チーズ。写真楽しみにしててね。ねえ、今の人誰？民宿のお客さんだよ。へえ、そうなの。それにしてもボクくん、今日は楽しかったね。うん、僕も楽しかった。じゃあ、また時間ができたら、お姉ちゃんの家にも遊びに来てね。わかったよ、お姉ちゃん。じゃあね。うん。さようなら、ぼくくん。あ！ 3 秒ルール、忘れてた。こんにちは。はい、こんにちは。ねえ、お兄さんは何をしている人なの？ね、サイモンは夕日の写真を撮ってる人なんだ。カメラマンなの？うん、写真家。そこにある本を見てごらん。それが、私が撮った写真を載せてくれる本なんだ。へえ、そうなんだ。結構すごい人じゃね。私は、ここの夕日がとっても気に入ったから、梅雨が明けてからずっとここで夕日を撮り続けてるんだ。いつまで？夕日が海に入っていくときにジュッと音がするでしょ？水に熱いものが触ったから？そうそう。あの音が写真から聞こえてくるまで頑張ろうと思ってる。でも、本当はね、私はここが好きだし、ここの人も気に入ったから、しばらくずっとここにいたいと思ってるんだ。ねえおばちゃん、天花粉ってなんで天花粉っていうの？確か、黄色いカラスウリのことを天花っていうのよ。昔はカラスウリの芽を粉にして使っていたから、天花粉。わかった？少しカット。今日は塩ラーメンだ。うわ、美味しいな。あ、おばちゃん、ナルトサービスしてくれてる。ラッキー。あれ？やった！金色のやつが強いらしいですが。砂糖水ぬろっと。やあ、ザリガニ取れた？全然いないみたいだね。この前捕まえたやつをさ、筆箱に入れて学校持ってったらガーン死んじまってやんの。それでお兄ちゃんのランドセル臭かったんだ。ねえおじいちゃん、おじいちゃんは何のお医者さんなの？何のって昔は内科の専門医じゃったが、まあ今は何でもやじゃな。内科って何？切らないで治すのが内科、切って治すのが外科じゃ。え？切らないで治すなんて、それって超能力みたいだね。ほう、超能力か。はてさて、わしもそのような気がしてきたわい。先生ってなんだか子供みたいですね。ねえ、僕くんは汗かきかな？そうですか。ちなみにお肉をたくさん食べると汗をかきやすくなります。お口から入った食べ物は消化管で消化吸収されて、その後肝臓でエネルギーに変わるんだけど、この時にタンパク質の場合、糖質と比べて5倍も熱を出すのよ。だからタンパク質の多い肉類をたくさん食べると体温が上がってたくさん汗をかくようになります。ねえ、じゃあたくさんお肉を食べる人、例えば外国の人なんかは体温が高いのかな？どうでしょう。ねえおじいちゃん、僕すごいことに気づいたんだ。え？なんじゃ？言ってごらん。前に聞いた数え年の話、あれ僕も数えたんだ。ほう。正月にも年が増えるんだったら、僕もう18歳だから車の免許取れるんだよ。こらこら、正月に年が増えるんじゃから、自分の誕生日には増えないのじゃよ。欲張っちゃいかん。ねえ、今までどこの国の夕日を撮ってきたの？世界中の夕日だよ。もう数えきれないぐらいいろんな場所で撮ったよ。どこが一番綺麗だったの？それはお世辞抜きに日本かな。日本は都会から離れるとまだまだ自然が残ってる森の国だし、四季の変化がはっきりしてるから、そこら中にファンタスティックな感動があるんだよ。私、実家が東京にあった時はできるだけ田舎で生活したいと思ってたから、ここの診療所に来たんです。でも実家が盛岡の郊外に移っちゃったから、一人でここに勤めている理由はもうあまりないんですよね。実家に帰られるんですか？いや、そういうわけでは。いや、安心しました。はあ。船長さんって本当に変な人ですね。はい、何とでも言ってください。少しカット。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？じゃ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。ガキども、ご飯だよ。ねえ、みんなのことを疑ってるわけじゃないんだけど。なんだよ、さっさと言えよ。ここの売り上げの計算が100円だけ合わないの。なんだ、俺じゃねえぞ。おい、誰が犯人だよ。白状しろよ。俺やってない。僕も違うよ。じゃあ誰なんだよ。まあまあ、せっかくのご飯がまずくなるから、あんまり深刻に考えないようにしましょう。たけしか？ここのは俺じゃないよ。ここの？そう、ごめん、口が滑った。お前、閻魔大王に舌抜かれて火炙りでまた先の刑だぞ。痛そう。本当に当てないってば。じゃあまた先の刑だ。そんな。でもたけし、正直言って母ちゃん、今の発言でちょっと疑惑の眼差しかも。母ちゃんまで。あれ、ここの下で100円玉を拾ったぞ。そう、私は思ったのだった。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯はお野菜たっぷり栄養満点のあら汁にサバの竜田揚げと絹さやの卵とじでした。僕くん、正解やったね。あんた、今日うちのお姉ちゃんとどこ行ってきたのよ。あれ、もしかして焼きもち焼いてるの？なんで光が焼きもち焼かなきゃいけないのよ。こんばんは、僕くん。今日も昼間暑かったね。うん、そうだね、お姉ちゃん。ところでさ、私、陽くん家に行った時、おどおどしてたかな。おどおど？なんとなくビクビクしてたかなってこと。え？どっちもなんだかよくわからないけど、どうしてそんなことを聞くの？いや、こういうことって自分ではよくわからないことだからさ。こんばんは。こんばんは。サイモン、実は日本に来る前は日本のお風呂が怖かったんだ。なんで？多分昔の日本映画を見て勘違いしてたんだけど、家族みんなで一緒に入るものだと思ってた。サイモンはここで夜の虫の声を聞いてるのが一番好きだな。あ、そういえば写真ができてるよ。はい。わあ、ありがとうサイモン。サイモンの国では虫は鳴かないの？そのことはないよ。ありがとうございました。